皆様、本日はお忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。本日の司会を務めます、サイバー大学 IT 総合学部の田中です。本編全体はこのようになっており、途中で10分程度の休憩を挟みます。また、休憩の後の後半にはディスカッション、質疑応答の時間もございます。それでは本日の1番目、サイバー大学学長の川原より開催の挨拶です。サイバー大学の川原と申します。今日はお忙しいところ、このようなワークショップにご参加いただきましてありがとうございます。本学を代表いたしまして、まず、簡単なご挨拶とご紹介をいたします。サイバー大学ご存知でない方も多々いらっしゃるかと思いますので、簡単にご紹介いたします。サイバー大学は、実は2007年4月に開校しておりまして、もう今年で、今年度で14年目を迎えております。日本では大変珍しい経営体系に体制になっておりまして、ソフトバンクグループによる 100% 出資であります、株式会社立大学ということになります。でですね、開学当時の特色といたしましては、日本で初めての 100% オンデマンド型の授業による、4年生大学、ということで、開学をいたしました。学部、学科構成でございますけれども、IT 総学部、IT 総合学科、1学部1学科、体制です。現在、在校生、3070名、おります。カリキュラムの構成ですけれども、大きく分けまして3つのコースに分かれておりまして、テクノロジー、ビジネス、そして、IT コミュニケーション、やっておりまして、教育内容といたしましては、AI テクノロジーであったり、セキュリティ、ソフトウェア開発、ネットワーク、ビジネス系ですと、企業経営、ネットビジネス、IT マネジメントなどがございます。一言言いますと、本学の教育方針といたしましては、高度 IT 人材の育成ということを掲げておりますので、テクノロジーだけでなくですね、ビジネス系でも、そして、コミュニケーションという分野でも、バランスの取れた今の社会にふさわしい人材を育成するということを目指しております。科目数でありますけれども、専門分野で74科目、ほとんどの科目におきましては、一部の卒業研究科目を除いて 2単位というふうになっております。であとですね、実はサイバー大学、IT ビジネス教育が専門分野でありますけれども、いわゆるリベラルアーツ教育にも大変力を入れておりまして、語学教養分野でおきましても73科目を配しております。英語、それから中国語という外国語は1単位、2単位なんですけども、他の教養科目につきましてはほとんど1単位ということになっております。で、本日のプログラムの趣旨、ワークショップの趣旨でございますけども、クラウドキャンパスをですね、皆様にこの新型コロナの問題で、オンライン化するということで大変困っていらっしゃる学校さんが多々いらっしゃいますので、本学といたしましては持ち得るリソースをですね、ご提供することで、特別支援プログラムということを開設いたしました。具体的な内容といたしましては、このクラウドキャンパスの大学における運用で、100% 十分とは言えるとは思いませんけども、日常のですね、事業を運用するにあたっては必要と思われるリソースを付加いたしまして、ご提供することにいたしました。来年の3月までですね。ですからほぼ1年間、これをご使用いただいて、なんとか、事業のオンライン化にこぎつけていただけたらというふうに思っております。で、なぜクラウドキャンパスかということを簡単にご説明いたしますと、実は本学でも教員が全員これを使っております。それもですね、学生もすべてオンラインで起こるんですけども、教員、それからティーチングアシスタントもかなりの人数がオンライン上で、授業の指導をしたり、あるいはその学習の支援をしたりということを行っております。したがいまして、特別な設備とか専門家を必要としない、パソコン1台あればですね、極端に話しますと、スマホが1台あれば指導ができるというような、限られたリソースで運用ができるということと、それから特別な IT スキルを必要としない。ここでは日常的な IT スキルというふうに申しておりますけれども。例えばですけれども、パワーポイントを使って、講義の資料を作るとかですね。それから、
まあ、ワープロを使って、学習資料を作成して配るというようなことができれば、クラウドキャンパスを十分に使いこなしていただけるというふうに思っています。とにもかくにも、特に後でお話に出てくると思いますけど、学生自身がこれを使って、自らのプレゼンテーションを行うということも日常的に行われてますので、ぜひ、そこを、見ていただいてですね、これだったら使えるというふうに自信を持っていただけたら大変ありがたいというふうに思います。まあ、こういった試みを持ちまして、私たちの、望みといたしましては、授業のデジタル化を迅速に実現していただき、その延長線上でオンラインでの学習指導環境を整備していただいた上で、まあ、学習スケジュールを早期に正常化するということをお手伝いしたいと思っております。まあ、本日は長丁場になりますけれども、こういった趣旨で様々なプレゼンテーション、それからTips 集などをご紹介したいと。そして終わりの方には、他大学でですね、クラウドキャンパスをもうご導入いただいている大学さんが、昨年度まででまあ10校ばかりいらっしゃいますので、そういったところからの先生方のプレゼンテーションもお願いしております。長時間になりますけれども、最後まで、参考にしていただけたら大変ありがたいと思います。また最後の方でご挨拶させていただきますので、今日はどうぞよろしくお願いいたします。次にサイバー大学副学長遠藤より、遠隔授業活用等に係る文部科学省通達の要点をお話しいただきます。よろしくお願いします。はい、こちらの方を皆様ご覧になられてますでしょうか。大丈夫ですよね。はい、私、サイバー大学におきまして、副学長を務めておりますけれども、文部科学省への認可申請ですとか自己点検評価、こちらの担当をさせていただいているものでございますので、今回もですね、遠隔授業活用と文部科学省から届いております通達事項について、その要点を皆様にご紹介できればと思います。はい、こちらがですね、3月末頃から5月の頭ぐらいまでのところで、文部科学省からですね、各大学、緊急事態宣言が出される中、学事日程の変更ですとか、遠隔授業を活用してくださいというようなご案内が来ている中で、Q&A として、文部科学省として、何をどこまでが遠隔授業として活用の際、可能なこと、あるいは注意していただきたいことということで、通知されているものでございますが、全てを細かく説明していきますと時間が足りなくなってしまいますので、そのポイントのみご紹介できればと思います。はい、こちらですね、先週文部科学省の方で、報告が、されているものでございますけれども、全国の大学に、この度の、学事日程の変更ですとか遠隔授業の活用の検討状況についてアンケートが、行われておりまして、本学も、回答したわけでございますけれども、全国約1000校というところで全体の回答状況を見ていきますと、学事日程の変更はほぼ9割方何らかの変更を余儀なくされているというような回答がございまして、そのうち遠隔授業の実施やあるいは今後検討中というふうに回答されているところが、こちらの表でもお示ししております通り、すべてで 96.7%、ほとんど全国のすべての大学専門学校さんのところで遠隔授業をこれから実施するですとか、あるいはこれからどのように実践すべきかというところを検討されているというところかと思います。幸い、最近の状況におかれましては、コロナウイルスの感染状況が少しずつ低減されているというような報道も出ておりますけれども、一方でまたこの第2波というものが今後これから心配されるというところもございますので、通学生として面接授業をこれから再開するにあたっても遠隔授業も継続的に活用するということも視野に入れていかなければいけないのかなというふうに考えている次第です。はい、こちらに示しておりますのは、いわゆる通学生の大学におきまして、大学設置基準、法令上遠隔授業が何をどこまで認められているかというところを簡単に示したものでございます。大学設置基準の第25条2項の中にこちらに示しておりますとおり、多様なメディアを高度に利用して当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができるというふうにございますが、この要件といたしましては、その下の第32条にて60単位を超えないものとする、これが一般的な平時における制限事項となっております。
続きましてこちら、この度のですね、特例措置ということで文部科学省から案内されているものでございますが、面接授業に相当するというふうに大学において認められるものについては、先ほどご紹介したものを超えてですね、弾力的に取り扱って差し支えがないというふうに通達が来ております。でこの場合なんですけれども、学則変更等文部科学省に届け出を行うことなくですね、遠隔授業を124単位のうち60単位を超えても実施可能。これ私たちのような通信制の大学ですと、もともと大学通信教育設置基準の方が適用されますので、もともと卒業要件124単位まで可能なんですけれども、通学制の場合では124のうち60単位までというのは制限がございます。でこの度の特例措置としては、この制限を超えても各大学において弾力的に対応していい。ただしこの面接授業に相当すると大学において認められるもの、ここが条件になってきます。ではその大学において認められるものというのはどういったものかということを、5月1日にですね、文部科学省から追加で通達が来まして、こちらの4点が詳しく文章化されて通達されております。一つ一つ細かく挙げていきますと、具体的にこうつかめないかと思いますので、次のページでポイントを整理いたしました。先ほど4行になってましたけれども、大きく分けるとポイントは5つだと考えてます。まず1点目ですけれども、遠隔授業を当初の予定とは違うところで実施するにあたっても、やはり大学の授業として行いますので、シラバスに基づいて各回の授業で何を教え、そこで何を身につけさせるかというような具体的な計画、これをもって実施してくださいというのがまず1点目でございます。またこのような形でこうビデオのように配信し、それを学生がちゃんと出席しているのかどうか、これ出欠管理してくださいということも注意事項にあります。また授業を見て終わり、参加して終わりではなくて、確認課題、見たことをしっかり理解できたかどうかの確認課題の提出も求めてくださいとあります。またですね、このようにズームミーティングのようで行ってますけども、ライブでの授業を行うにあたり、実は各大学で今遠隔授業を始められている大学もアンケートを学生に行った結果の中で、やはり学生のそれぞれの環境の中で通信が途中で切断されてしまったり、インターネットの速度が遅くてなかなか先生のお話が聞こえなかったところがありますというようなことがないように、まあ確実な情報伝達を心がけてくださいということも文部科学省からの通知事項に含まれてました。また授業はこのような形でインタラクティブな皆様との質疑応答、サイバー大学においても授業を行った後に学生が速やかに Q&A に質問ができるようなもので、大学からも先生から回答ができるような体制というのを整えております。これら5つのポイントを押さえて、これを大学が組織的に実施状況を把握してくださいというような留意点が出されております。遠隔授業については大きく分けて2つの類型があると考えられます。まず一つが今やっているような同時配信のリアルタイム型、まさにこれ教室で行っている授業をそのままライブ中継するような形になるかと思いますけれども、学生ともこのようにライブでつなげていけば、映像や音声でやり取りして質疑応答を教室で行っているように実施することができるかと思います。ただ先ほども申し上げました通り、出席の管理ですとか課題の提出といったところでは、Zoom だけではなくて何か別の工夫というものが必要になるんじゃないかなというふうに考えられます。もう一つの類型として、オンデマンド型非同期の配信というふうにここで書かせていただきましたが、サイバー大学の授業はこちらのオンデマンド型となります。講義内容や課題について教員が事前に作成しておきまして、学生はそれを好きな時に受講ができて、なおかつオンデマンド型ですから繰り返しの学習も可能になります。出席ですとか課題の提出、質疑応答は、本学で言えばクラウドキャンパスというシステムを利用しまして、そこで全て一元管理ができるというものになっております。後ほど、本学の選挙員からもですね、具体的な事例の紹介があるかと思いますけれども、このリアルタイムでのライブ授業感を出しながら、あるいはオンデマンドのいいところも、組み合わせてミックスで行うということも一つの遠隔授業のやり方になるのではないかなというふうに考えられます。はい、サイバー大学のオンデマンド型授業も簡単にご紹介いたしますと、左側にありますようなスライドプラスビデオ映像、ビデオプラススライドというふうに本学では呼んでおりますけれども、
このような基本的な、まあ、伝統的なオンライン授業の形態が、ございまして、こういった授業を15分単位の一つのユニットといたしまして、15分 ×4 章、全部で60分ぐらいの授業時間というのがまずありまして、その右側にございますように、毎回授業を見ただけでは終わりではなく、出席認定の課題として、小テスト、レポート、ディベート、理解度を確認するための、確認問題を、出すということをやって、おります。なおかつ、授業を受けた後にこう速やかに質疑応答、Q&A で質問回答できる体制ですとか、学生同士での意見交換ができるような掲示板もクラウドキャンパス上で設置しております。実は文部科学省からですね、大学設置認可、本学が設置認可を受けたときに、まあ、ご指導を受けたところといたしましては、授業を見ただけで出席とするのでは、例えば、オンデマンドの配信でビデオを見て再生ボタンを押した後、しっかりと見てたかどうかの確認はどこでやってるんですかと、そういうような質問を受けまして、文科省からの指導も含め、出席認定の課題、必ず確認問題をこう出して、これをやったことによって出席とする。ないし、また Q&A の質疑応答においては、学生から質問が来たら24時間以内に回答するということを一つのルールとして、速やかな回答ということを心がけております。はい、最後によくある質問、3つほど文部科学省の通達事項からピックアップいたしました。MOOC と呼ばれます大規模公開オンライン講座ございますけれども、こういったものを活用したり、あるいは教科書を、学生に購入させたり配布したりいたしまして、自習をさせるだけで単位付与していいのかどうかと、こういう質問があるかもしれません。ただこれは文部科学省からも、これ自習させるだけでは単位付与はできませんと回答がございます。やはり授業として行いますので、担当教員がシラバスに基づいて授業を行い、設問回答、添削指導や質疑応答、こういった指導を合わせ行ってくださいというふうな説明がございました。続きまして、これも難しいところなんですけども、実習や実験、こういったものが必要な授業はどうすればいいのかということで、文部科学省からの5月1日の説明によれば、動画を活用いただいたり、遠隔授業で代替可能なところはできるだけ代替してくださいというふうな説明があります。また一方で、やはりどうしても対面が必要な内容というのはあるかと思います。これは各休業期間ですとか、まあ、後期の授業が始まるまでに、まあ、学時日程を弾力的に変更して対応してくださいというような説明がございました。サイバー大学ではどのように行っているかと申し上げますと、オンライン上での実習環境でのプログラミングの演習ですとか、学生のプレゼンテーションの動画を作成させたりなどの実習環境ということをやっております。こちらについては後ほど本学の教員からも具体的な説明をさせていただきます。またもう一つ、試験はどうすればいいのというところで、まあ、一斉に学生を集めてですね、定期試験を行うというのも難しい状態というのが、昨今の状況ではございました。で、この場合に対して文部科学省からは、レポートの活用など、その科目の到達目標に応じた成績評価の手法を用いてですね、もともと予定していた試験のやり方ではない運用の仕方というのもぜひ検討くださいというような説明がありました。また、教室でどうしても試験を行わなければならない場合は、後期の科目が始まる前にですね、期末試験を行いまして、学時日程変更して対応してくださいというような案内がございました。サイバー大学ではどのように行っているかと申し上げますと、すべてインターネットで行いますので、本人確認付きの、まあ、クラウドキャンパスの一つの機能を、使いまして、オンライン試験で、実施をしているというところがございます。最後にまとめでございますけれども、途中でも申し上げました通り、まあ、授業を見せて終わりというわけではございません。1,2,3,4,5 ポイントございますけれども、まあ、授業をシラバスに基づいて実施しまして、出席の管理や確認課題の提出、確実に学生が受けられる状態を保ち、質疑応答を速やかに行うことを大学が全体を把握して運営するということが求められております。具体的な事例は後ほど各教員からご説明がありますので、ぜひ後ほどの説明をご覧いただければと思います。私からの説明は以上になります。ありがとうございます。サイバー大学コンテンツ制作センター長米山よりオンライン授業設計のポイントをお話しいただきます。よろしくお願いいたします。はい、私、コンテンツ制作センター長と教養科目のインストラクショナルデザイナーを務めております米山と申します。よろしくお願いいたします。ではオンライン授業設計のポイントということで、ご説明させていただきます。
まず、最初にですね、先ほど遠藤副学長の方からも、話がありましたけれども、よく誤解がされがちな点としましては、オンラインの授業の場合はやりっぱなし、動画の再生しっぱなしで OK なんではないかというふうな、誤解がありがちです。もちろんですね、動画の学生が再生ボタンを押しただけでは、授業を受講したことにはなりませんので、それではいけないという形になります。ですので、必ず課題を設定して、学生は、その課題ができているのかというのを確認していただいて、適切な内容とタイミングでフィードバックをしていただく、これが大切な、ポイントになってきます。で、オンライン授業設計のポイントということで3点挙げさせていただいてます。1点目が学習目標を明確化するという点、2点目が評価のポイント、課題を先に考える、3点目が目標達成のための学習順序を系列化するになります。まず前提としましては、授業の設計においては先生が何を教えたいかではなくて学生に何を身につけさせるのか、それを中心において設計は考えていただく必要があります。ではこの上の3点についてご説明させていただきます。まず1点目は学習目標を明確化するになります。授業の目的、科目のゴールを考えるということになります。学生が何ができるようになることがこの科目の目的なのかという点です。で、科目のですね、前後の科目、履修前提条件がとして設定されている科目ですとか、後続の科目があるようでしたら、そちらの科目との関係性を確認していただく。その上で、この科目の中で扱うべき範囲というのを明確にしていただく必要があります。で、科目のゴールが定まりましたら、学習目標として文章化するという形になります。これはどの大学さんもですね、シラバスという形で、シラバスの中で学習目標という形で公表されているかと思います。で、この際に、注意としましては、学習目標の文末表現はですね、動詞の形で記述していただくという点ですね。学生が具体的にどういうふうなことができるようになるのかっていうのを明確に書いていただくというところです。ただ、何々を学ぶですと、動詞になってくるんですけれども、これでは学習の内容が不明確なままになってしまいますので、具体的にどういうことができるようになるのか、例えば何々について説明できるですとか、はい、そういった形で具体的な動詞の形で書いていただくことが大切になります。で、2点目が評価のポイント、課題を先に考えるになります。学習目標が達成できているかを、確認できるような課題を考えていただく必要があります。学生ができるようになったことをどのような課題で確認するかというところです。で、授業の、設計の最初の段階はですね、課題の形式と出題テーマを先に考えてくださいねというふうに先生方にはご案内しています。もちろんこの初期段階でですね、課題の細かい出題の文言ですとか、小テストの選択肢とか、そこまでできていたら理想的ではあるんですが、実際はなかなか難しかったりします。ですので、教材の中身を制作しながら課題と教材を交互に確認して調整修正していく、これが現実的かなというところです。とはいえですね、学習目標から離れてしまった課題になってしまったら困りますので、常に学習目標を念頭に置いて、課題の方は検討いただく必要があります。で、3点目が目標達成のための学習順序を系列化するになります。これは要するに授業の構成、スケジュールを考えるということです。いつどの課題に学生に取り組ませるのか、それまでに何を身につけさせておく必要があるのか、そういったことを確認してスケジュールを立てていただきます。もちろん授業時間という制約がありますので、それを前提に計画を立てていただく必要があります。授業の流れを整理して、学習内容を適切な順番に並び替えるというところです。学習内容の単元があるとして、それに必要な前提知識がある。その場合は、その前提知識っていうのは、その授業の前に扱われていないといけませんし、それが後ろだと不適切なので、ちゃんとその順番通りに並び替えていきましょうという話になります。また、復習の時間ですね、こういったものも計画的にこのスケジュールの中に盛り込んでいただくと良いのではないかというところです。はい、以上が授業設計のポイント3点になるんですけれども、ここからさらに踏み込んだ内容についてご説明させていただきたいと思います。で、まずそれに先立ちまして、本学の学習管理システムですね、クラウドキャンパス、こちらの、画面構成から簡単にご紹介の方させていただきます。具体的な機能については後ほどデモがありますので、そちらをご覧いただければと思います。今ご覧いただいているのは、実際に開講、運営されている科目の一部分ですね、を切り取ってきたものになります。
この画面上ですね、左側がレッスンと呼ばれている形になってまして、授業会になります。まあ、本学の場合は15回の授業と8回の授業がありますけども、今は15回の授業の9回までが表示されているという形です。このレッスンよりさらに細かい、単位としてチャプターですね、それが、真ん中の列になるんですけれども、このようにですね、複数のチャプターが一つのレッスンを構成するという形でして、今はですね、第1回の、レッスンがハイライトされていて、チャプターがこうずらっと表示されているので、第1回の中身が、表示されているという形になります。でこのチャプターなんですけれども、それぞれが、コンテンツタイプを選択することができます。今は、第1章のところから、上から表示されてますけれども、ビデオプラススライドですね、が選択されている形になってまして、他にもテスト、資料、ディベートといった、コンテンツタイプが並んでいるという、形になります。でまあ、課題の形式を考えていただくにあたっては、まあ、クラウドキャンパスではですね、このような、機能で課題を提供いただくことが可能になります。まあ、それを一覧で示させていただいております。で上からアンケート、ディベート、レポート、テスト、ビデオプラススライドというふうになりますけれども、まあ、アンケートは出席確認ですとかミニッツペーパー、ディベートも出席確認ミニッツペーパーですとか、まあ、ディスカッションに使っていただきます。レポートでしたら、調べ物学習ですとか、まあ、成果物の提出先にもなりますし、まあ、テストは理解度確認、ビデオプラススライドは、まあ、後ほどこれも説明がありますが、プレゼンテーション課題を学生に取り組んでもらえるような機能になっています。でそれぞれについてはクラス内で公開できるかどうかっていうのが異なりますので、まあ、それを考慮していただきながらどの課題を使用するのかっていうのを選択していただく形になります。で左側に導入のしやすさというふうに書いているんですけれども、アンケートやディベートというのは比較的導入がしやすいですが、まあ、テストとかになりますと先生にまずは設問を作っていただかないといけませんし、あとビデオプラススライドの場合は先生に事前準備が必要なのと、あと学生にももちろん取り組んでもらうことがになりますので、負荷としても高い、であれば、まあ、どれが現実的に可能なのかというのも、考慮して検討していただく必要があります。で続いて授業の実施方法、教材について見ていきたいと思います。先ほど、リアルタイムとオンデマンドというふうなお話もありましたけれども、まあ、同期型、非同期型とも、言い換えられます。で同期型としましては、Zoom ですとか Skype、あとは Google の Hangout Meet とかですね、のがありますけれども、そちらに関しては、クラウドキャンパス上では URL という機能がありますので、まあ、それを使ってですね、学生にアクセスしていただくことが可能です。で非同期型としては、先ほどご覧いただいたようなビデオプラススライドですとか、まあ、動画とか資料とか、まあ、そういった機能を使用していただくことが可能です。あとは自前で作る、もしくは他のリソースを活用するという点です。もちろん自前で作るっていうのはなかなか大変ですので、まあ、他のリソース、MOOC です、MOOCとかですね、を活用していただくことも可能かと思います。でここで大切なのが、目的を達成すること、まあ、それを重視する必要があるだろうというところです。先ほどもちらっと申しましたけれども、全部自分で作る必要というのは必ずしもないわけです。ですので、Zoom を使いつつですとか、MOOC を使いつつ、まあ、プラスして自前のビデオも使いつつというふうな形で組み合わせて、まあ、ブレンドをしてみて、目的をどういうふうに達成するのかというのを考えていただくのが、とても大切かと思います。日本教育工学会 の会長の鈴木克明先生はですね、対面授業をオンライン授業化するときに、その対面授業で行っていたこと、それを同じ形でオンライン授業にするんではなくって、同じ価値を、対面授業でやっていた同じ価値をですね、どうやったらオンライン授業でも実現できるのか、まあ、それを追求することは大切であるというふうにおっしゃっています。ですので、やはりこの目的を達成するために、この同期、非同期、自前で作るか、リソースを活用するか、それをですね、組み合わせてどうやったら実現できるのかというのを検討いただければと思います。はい、で続いて、授業の型を考えるというところです。1回の授業の基本の型を考えるということを、ぜひお勧めさせていただきたいと思います。でポイントとしましては、一つのユニットですね、本学のクラウドキャンパスでチャプターというふうに表示されてますけども、それは10から15分程度がいいというふうに考えております。と言いますのも、人間が集中できる時間の限界がやはり15分程度というふうに言われています。
またマイクロラーニングですね、これが海外でも普及しているんですけれども、数分とかあと5分ぐらいの動画を主体とした学習形態のことをマイクロラーニングというふうに呼んだりしますけれども、大学の授業のひとまとまりとしては短すぎるであったりだとか、話をまとめにくいっていうような話もあったりします。あと細切れすぎるとですね、学生にとってもちょっと画面構成上分かりにくくなってしまうというふうな懸念もありますので、こういった点も考慮しないといけない。で、一方ですね、長すぎると、先ほどの集中力の問題もありますけれども、作成者側としましても編集し直したり取り直したりするのが大変ですから、そういった点から考えるとやっぱり10から15分程度がいいのかなというところになります。で、続いてユニットに分けておけばですね、今後活用しやすくなる、そういった嬉しい点もあります。でですね、今後の授業の運営に向けてですね、資産として貯めておく、そういったことがいいんじゃないかなと。ですので、もし Zoom や Skype などで今授業をされている方が、先生方がいらっしゃいましたら、それを録画して活用してするっていうのを検討いただくのも良いかと思います。ただその場合は圧縮形式とか、注意していただく必要があるんですけれども、そういったことにですね、チャレンジしていただくのもいいのかなというところです。で、この後にですね、授業の構成、一つの回、90分相当をどのように、同期非同期、あとは他のリソース使ったりで組み合わせて授業を構成できるのかっていう例を3つご紹介させていただきたいと思います。ここの図で言いますと、このチャプターですね、このチャプターの列が、90分相当の学習時間、になりますけれども、これをどういうふうに考えられるのかっていうのをこれからご紹介させていただきたいと思います。一つ目は、外部教材主体型の例というところで、第一章は Zoom を使って先生が前回の振り返りと、あとフィードバック、学生へのフィードバックをお話ししていただきます。で、その後に学生は、MOOC のコンテンツに、URL の機能を使ってアクセスして視聴する。で、実際 MOOC はもうちょっと細切れに分割されていると思うんですけれども、学生には視聴してもらって、それが終わったらミニッツペーパーということで、授業で学んだ内容を簡単にアンケートで出してもらう、こういったことが一つ考えられるかと思います。で、2つ目が反転授業型の例ですね。反転授業というのは通常対面の授業前提で事前学習を自宅で学生にオンラインの教材で学ばせて、その前提で、対面で、教室で集まって、ディスカッションするとか、そういったのが反転授業というふうに呼ばれますけれども、これもオンラインでも可能かと思います。で、まず第1章ではビデオスライドで先生に、自前で撮っていただいてですね、それを2章続けて、撮ったものを学生には視聴してもらう。で、確認テストということでテストを学生には受けてもらって、で、4番目にですね、Zoom で先生にはその振り返りとか補足説明を、リアルタイムに学生にしてもらう。で、この際にはですね、先生がやろうと思えばこのテストの結果、どの学生が何点取ったのかっていうのも確認することができますので、それを踏まえて、全体的に見てこの設問は難しかったねみたいな話をしながら振り返りを行うことも可能になります。で、引き続き Zoom を使ってですね、例えばブレイクアウトルームといった機能を使っていただければ学生同士でグループワークが可能ですし、それを踏まえて最後に、この回の授業のまとめということで先生がフィードバックですとか、あとは次回の説明、こういったことも可能かと思います。で、3点目なんですけども、こちら講義プラス小テストサンドイッチ型というふうに書かせていただいてます。まずは Zoom で前回の振り返り、フィードバック、今回の目的を先生にご説明していただいて、ビデオプラススライド型の講義と小テストを、繰り返しですね、ビデオスライド、テスト、またビデオスライドテストというふうな形で学生が視聴、テスト受験して、視聴テスト受験というのを繰り返してもらって、最後にレポートということで、この回の授業のまとめをレポートとして提出させる、そういった形態ですね。で、これはですね、ただ毎回レポートで出題すると、学生がかなり負担がありますし、あとは先生もフィードバックをするのはなかなか大変になりますので、その場合は例えば、数回に1回だけレポートにして、残りはちょっとディベートで何とかするとかですね、そういったことも考えられるかと思います。ということで、いくつ、3つですね、ご紹介させていただきました。
はい、ということでまとめなんですけれども、まあ、オンライン授業設計のポイントとしましては、学習目標の明確化、評価のポイント、課題を先に考える、目標達成のための学習順序を系列化する、何を教えたいかではなく、何を身につけさせるのかという点、あと目標を達成することが第一ですというところと、また1回の授業の基本の方ですね、こちらを考えてみてはいかがでしょうかということで、3つ、非同期、同期と、自前と、あと他のリソースを使った、タイプですね、というのを、紹介させていただきました。はい、以上、米山の発表は、終了になります。ありがとうございます。サイバー大学産学教育連携部清水より、クラウドキャンパスによる遠隔授業運用の流れをお話しいただきます。よろしくお願いいたします。私の方からは、クラウドキャンパスによる遠隔授業運用の流れということで、クラウドキャンパスを利用した授業設計を行う際に、誰がどういった役割で何を実施するのかということをメインにご紹介させていただきます。まず、クラウドキャンパス、どういったものなのかということをご説明させていただいた上で、職員、教員、学生、それぞれの役割がどういったものなのか、どういった機能が使えるのかのご説明、あとは、クラウドキャンパスでどういった設定が必要になるのかという設定のご説明と、あとは設定の流れ、その後に実際のデモをご覧いただこうと思います。で、クラウドキャンパスですけれども、内製のコンテンツを比較的簡単に作成することができるプラットフォームでございます。教員が授業のコンテンツを作成して、で、学生が受講をして、それの履歴を管理をするというような仕組みでございます。で、これをオンラインで、授業を実施する、授業運用を行うにあたって、誰がどういった役割で何をするのかということを示しております。で、職員は全体の管理を行う、特にメインで、ユーザーの登録ですとか、コースの作成、あとは履歴の管理を行っていただきます。で、教員の方々はコースを作ったりですとか、コンテンツを作ったり、あとは履歴の管理を行うということを行ってもらいます。で、学生の方は受講のみができるような設定になります。このような役割をするにあたって、クラウドキャンパスでどういった設定が必要になるのかということなんですけれども、ロールという権限付けをそれぞれのユーザーにしていただく必要があります。で、職員については、全体管理ができるサイト管理者という権限を与えます。で、教員については、コース制作者、コンテンツ制作者、履歴参照者、この3つの権限を与えます。で、学生については、登録をした際に受講の権限が与えられますので、受講者の権限を持っています。それぞれクラウドキャンパス上でどういった流れで設定をしていくのかになりますが、まず職員の方がユーザー登録をします。ユーザー、あとはユーザーグループですね。学部だったり、学科、学年、クラスを、グルーピングをしたユーザーグループというものを、CSV で一括で登録していただきます。で、職員、教員の方にコースを作っていただきます。で、シラバス通りに、先ほどちょっと説明ありましたが、科目にあたるものがコースになります。で、授業会のタイトル、これがレッスンにあたります。で、学習アクティビティにあたるものがチャプターになりますが、これらの設定をまずしていただきます。で、もしここでコース作成を職員がした場合は、誰がそのコースに、コンテンツを作れるのかというところで、コースマネジメントの設定というものをしていただきます。で、そうするとコースの設定ができましたので、その中で教員の方がコンテンツを作成します。先ほどご覧いただいたようなビデオスライド、テスト、レポートなどの設定をします。コースコンテンツが作成完了した段階で、学生にコースのアサインを職員の方にしていただきます。で、学生が受講した後の履歴管理を教員職員ができるようになっております。この一連の流れを実際デモでご覧いただこうと思います。画面を切り替えますのでお待ちください。こちらがクラウドキャンパスにログインする前の画面で、一番上がサイト ID と呼ばれる個社ごとに振られる ID がありまして、それを入力して、あとはログイン ID、パスワードを入れてログインします。そうすると、こちらが受講者の画面になります。スケジュール、お知らせ、マイコース。このマイコースの中にあるこのボックスそれぞれがコース、科目にあたります。で、こちらなんですけれども、履修している科目のみ学生は表示されるようになりますので、学生ごとに表示される内容は異なってまいります。コースをクリックすると、先ほどの説明にあったように、レッスンとチャプターと2階層に分かれて、表示がされるようになっております。で、こちらのレッスンが、授業会のタイトルですね。で、こちらのチャプターというのが、動画だったりテストだったりアンケートだったりコンテンツの最小の単位になります。で、これからどういったコンテンツが見れるのかご覧いただきます。
で作り方は後ほどご紹介させていただきますので、こういったものが作れるんだということでイメージしてみていただければと思います。レッスンとチャプターを選んで受講開始です。右側に動画が流れていて、真ん中にスライドがある。これがビデオスライドというコンテンツになります。で、学生はこのまま動画が流れていくのに合わせて見てもらうと、スライドが自動的に切り替わるような設定になっております。で、これがビデオスライドというコンテンツで、まあ、先ほど話があったようにこの動画のコンテンツ、まあ、1本10分から15分程度のものをまあ複数見てもらった後にきちんと理解したのかのテストの設定ができます。こちらのテストですけれども、設定できる問題の種別が択一の選択の問題、あとは複数選択の問題、ショートアンサーといって答えが単一になるもの、ワードのようなものであれば設定することができます。すべて自動採点になります。で、こちらで問題数は何問でも作っていただけます。で、右側に回答済み未回答というふうにありますが、問題数が多くなってくると回答が漏れちゃう可能性も中にはあるかもしれないので、未回答というボタンをクリックしますと、まだ問題解けてないところにジャンプしますので、すべて回答済みの状態で提出できます。そうすると、先生が設定した合格基準を満たしているか満たしてないかで合格、不合格、全体の得点、あとはそれぞれの問題の正解不正解、解説文が表示されます。これがテストです。こういった形でいくつかチャプター、まあ、コンテンツを受講してもらいます。で、学生はスマートフォンでも受講ができるようになります。スマートフォンのウェブブラウザを使って受講するんですけれども、パソコンの画面と同じような形にはなりますが、ちょっと縦型で同じくレッスンとチャプターを選ぶで受講開始をするというような流れになります。こちらが、学生の画面になりますけれども、これからこういう画面を作っていくにあたって教員職員の設定の内容についてご説明いたします。左側の黒いメニューバーの鉛筆マークを押しますと、教員や職員で設定できるメニューが表示されるようになっています。一番最初にやっていただくこととしては、職員の方にユーザーの登録をしていただきます。その際はユーザーロールを選んでユーザーを選びます。そうすると、右側に一括処理というボタンがあります。こちらで CSV で一括でユーザー登録ですとか、ユーザーグループの登録、ユーザーグループにメンバーを登録という作業をしていただきます。この作業が終わった後に、コースコンテンツでコースを作っていきます。新しく作る場合は右上の新規登録を選びます。で、ここで必須になるのはコース名、科目名になります。で、このコース ID というところが、まあ、科目コードだったりというもので使っていただけます。で、あとコース概要というところは、シラバスの概要なんかをこちらに記載していただきます。で、こちらの設定が終わったら次へですね。そうすると先ほどの受講者の画面に近い画面表示されていると思います。ここでレッスンとチャプターの枠組みを作っていきます。でここで授業会のタイトルを入れて、でチャプターの名前を決めていきます。ここはお好きな形で作っていただけますので、名前を変えたりですとか順番を入れ替えたりということも可能です。ではここから、今空っぽの状態ですのでコンテンツを作成していきます。コンテンツ作成というボタンを押しますと、作れるコンテンツの種別が選べます。まあ、先にご紹介したようなビデオスライドテストもありますし、前のプログラムでご紹介させていただいておりました、まあ、ディベートの機能とかレポートの機能っていうものもこちらで作ることができます。本日はビデオスライドとテストの作り方をご紹介します。ではまずビデオスライドから作っていきます。一番簡単な作り方としては、今パソコンのウェブカメラ立ち上がっている状態です。この状態で説明するスライドを取り込んで、そのスライドを説明しながら撮影をしていくというやり方になります。こちらはもう本当にパソコンとカメラさえあればできるコンテンツが作れるようになっています。で、顔の下の丸いボタンが録画ボタンになりますので、この録画ボタンを押してカウントダウンが始まって、皆さんこんにちは、これからクラウドキャンパスの説明を始めますというような形でこう説明をしながら、
このタイマーの下の矢印ですね、押してもらうと次のスライドがめくれます。でこのスライドの説明をして、次のスライドの説明をしてというような形で進めていきます。で全て終わったら保存して編集、やっていただく作業としては以上になります。こういうことがあまり慣れてなかったりですとか、初めて作る方でも簡単にできるようになっておりまして、あえてこう難しい動画の編集というものは機能としては削ぎ落としています。先に話しておりましたように、まあ、10分から15分程度の動画を作っていただきますが、まあ、その場合は、まあ、あえてこう、まあ、もし間違えちゃったとしても動画の編集をするよりも、まあ、一旦撮り直しをしていただくというような方が簡単なような作りにはなっています。今みたいな形でまずコンテンツは作れるようになっております。で、まあ、今のような形でこう動画を取り込む、ウェブカメラで作るというやり方もございますけれども、別撮りした動画がもしご用意あるようであれば動画の取り込みをしていただくことも可能です。でここで取り込んでいただく動画なんですけれども、なるべく圧縮した形で取り込んでいただければと思います。まあ、動画をアップロードするときにちょっと時間がかかってしまったりですとか、あとは受講者が、学生が受講するときに、まあ、ちょっと時間がかかって、なかなかダウンロードしながらこう受講ができなかったりっていうようなことがありますので、なるべく圧縮した形で取り込んでいただきます。すみません。ちょっとネットワークの都合でちょっと遅くなっちゃってるみたいなので、このような形で取り込みをしていただいて、コンテンツをアップロードするということが可能です。はい、すみません。最後、テストの作り方ですね、ご紹介します。テストはタイトルを入れて、あとは満点の設定をして、あと合格基準何パーセントで合格になるのかという設定をして、あとは時間の設定をします。あと、設問ですね。先ほどご覧いただいたような、出題のタイプを選んでいただいて、設問と回答と解説文は入れます。設問は最大10個まで増やすことができます。で、正解にチェックを入れて、解説文があれば解説文を入れて保存します。あとは、まあ、複数ある場合は今の作業を繰り返していただく、もしくはExcelのフォーマットがございますので、そちらをアップロードしてもらって、一気に問題を設定するということも可能です。で、プレビューで問題がないのかを確認した上で提出します。で、これで間違いないねっていうところを確認した上で、あとは保存して、コンテンツ登録申請という流れになります。で、あとはアップロードをすると、先ほど作ったレッスンチャプターの枠組みの中に入っていきます。で、今このように作っていただいた、動画だったりテストのコンテンツなんですけれども、まあチャプターごとで受講期間の設定をしたりですとか、例えば上の2つの動画を見てからでないとテストを受けれないよというような前提条件をつけることも可能です。こういった形でまずコース、レッスン、チャプターを作っていきます。今この状態ですと作ったご本人と権限がある、まあ、強い方しか見れない状態ですので、学生に見れるように設定をします。で、コースコンテンツからコースを選んで、右上に一括処理というボタンがありますので、こちらでコースへユーザーを登録というふうに選択しますと、そのコースとユーザー、もしくはユーザーグループを紐付けて公開をするっていう CSV が作れるようになりますので、でそちらをアップロードしてもらって、ユーザーとコースを紐付けて、先ほどのマイコースの方に学生が見れるような状態にしていきます。ここまで終わって学生が受講が終わりましたら、履歴の管理ができるようになります。で、履歴管理ですけれども、どの軸で履歴を見ていくのかということをまず決めていきます。一つのコースに対して複数のユーザーが紐づいている場合、一人のユーザーで複数のコースが紐づいている場合、というような軸で見ていきますが、本日は単一コース複数ユーザーというコースを軸に見ていくもので見ていきます。こちらでコースを選択します。で、そうするとこのコースを受講している人が今6人いて、それぞれのユーザーごとの進捗が見れるようになっています。ユーザーでクリックすると、
そのユーザーごとでどのチャプターが終わっているのかなどの詳細が見れるようになっています。あとはコースチャプターというふうに選んでいただくと全体管理ができるようになっておりますので、それぞれのチャプターで全体がどれだけ進捗しているのかを見ていただけます。こういったデータは CSV で全てダウンロードできますので、データとしてダウンロードして使っていただくことも可能です。あとはこのコースを受講している人にメールを送ることもできます。で、メール作成からメールの文面を作っていきます。こちらがメールを作る画面になりますが、パラメーターの設定などもできますので、それを利用した形でタイトルや本文も作っていきます。で、確認をすると、サンプルの人がまず出てきますので、これで間違いがないのかというところを確認していただいて、送信設定とするとメールが送れるようになります。私の方での、説明とデモは以上になります。はい、ありがとうございました。次にサイバー大学 IT 総合学部長アンマ、他3名より授業コンテンツ制作のヒントをお伝えします。よろしくお願いいたします。サイバー大学 IT 総合学部長のアンマと申します。よろしくお願いします。このセッションではですね、クラウドキャンパスでオンライン授業を制作するにあたってのヒントという内容で、私を含めですね、3名の発表者、サイバー大学の教員3名から発表したいと思います。まず、サイバー大学の米山田中亮明からですね、授業コンテンツの収録する際の tips といいますか、収録のコツですとか、あるいはさまざまなソフトウェアを用いた工夫などが可能であるというところをご紹介いたします。そして私の方からですね、学生プレゼンテーションを含むような演習授業での実践のヒントというものをお話ししていきたいと思います。ではまず、授業コンテンツ制作のヒントということで、米山より発表、いただきます。よろしくお願いします。はい、では、授業コンテンツ制作のヒントということで米山より、説明させていただきます。私の方からは、先ほどもご紹介ありましたけれども、ビデオプラススライド、V プラス S というふうに呼んだりもするんですけれども、こちらの収録のコツについて、ご説明させていただきたいと思います。で、このビデオプラススライドの、収録のコツなんですけれども、まず、一番大切かなと思われるところがですね、先生には学生がいるつもりで、自然になるべく話していただきたいという点になります。通常の授業の通りですね、身振りですとか手振りを入れていただいたりですとか、あるいは時折問いかけていただく、問いかけられると学生もですね、話しかけられているように感じますので、効果的かと思います。そして原稿の使用、これもお勧めさせていただいてます。特に初めて収録される場合はこの原稿の使用ですねがあると良いかと思います。原稿を作っていただくことでですね、事前に話す内容というのが整理できますし、で原稿を実際に作るのは結構手間ではあるんですけれども、後工程を考えると楽になったりします。あとボリューム感を事前に把握できるので、授業時間の計算にも役立ちますし、あとクラウドキャンパス の機能を使えば、原稿を前面に表示したスライドで収録して後で差し替えるということも可能になります。イメージとしましては、原稿スライドでまず収録を行って、収録がし終わった後に完成版スライドに差し替えるということになります。こちらもちょっと説明させていただきますけれども、例えばこのようにですね、もうスライドの前面にもう読む原稿をもうバーンと表示していただく、この状態で収録の方は行っていただきます。で、収録が終わった後に完成版のスライドに差し替えるという形ですね。で、プレゼンテーションの時に先生方もパワーポイントのノートの箇所にメモを書かれる方っていうのもいらっしゃるかと思うんですけども、そのメモをこうスライドの前面に出してしまうというふうなイメージになるかと思います。学生にはもちろんこの完成版のスライドしか見えませんので、先生が原稿を読んでいるようには全く見えないと、そういう形になりますし、原稿スライドを使っていただければ比較的収録がスムーズに進めますので、お勧めさせていただいているというところになります。
で、ただこの原稿を使用した収録の場合の注意点なんですけれども、やはり慣れていないと棒読みになりがちという点です。ですので、まあ、抑揚をつけて話していただいたりですとか、まあ、そのまま読み上げるんではなくて、まあ、メモとしてですね、表示させるぐらいにしていただくとか、まあ、話してるうちにちょっと忘れそうだから、ここの部分は細かめに書いておこうとか、まあ、そういった形で活用していただくことも可能かと思います。あとは、まあ、適宜アドリブを入れていただくっていうところですね。まあ、そうしていただくとより自然になります。まあ、ただアドリブばかりになってしまうとこう話が脱線してしまうので、まあ、この点は注意が必要かと思います。あとは、まあ、練習をするというところですね。まあ、これも重要になります。で、まあ、スライドを用意しておいて、これで、まあ、頭の中でどういう話をするかっていうのを考えておけばいいっていうふうに、まあ、結構思われがちなんですけれども、まあ、実際に声に出して話していただくことで、まあ、ここの部分意外と説明しづらいなとか、なんか思ったより時間かかったなみたいなのがあるので、まあ、そういった発見もありますので、まあ、事前に練習をするっていうことをお勧めさせていただいてます。あとは原稿スライドと完成版スライドの枚数、まあ、これは必ず同一にするというところですね。まあ、この同一にしないとこのスライド表示のタイミング調整というのが後で発生してきてしまいますので、まあ、この枚数というのは必ず同一にしていただければと思います。で、まあ、原稿の使用有無にかかわらず、収録においてはですね、事前準備というのがとてもこれも大切になってきます。収録環境をまず整えることですね。雑音が入らないようにする、まあ、外部の音が入りにくい場所で収録の方を行っていただければと思います。で、十分な明るさを保った場所ですね。こちらも暗すぎたりですとか明るすぎたりする場所で撮ってしまうと学生がそればかりなんか気になってしまったりしますので、まあ、十分な適切な明るさの場所、あと背景に不要なものが映らないようにするということも学生の集中力を削がないという点では重要かと思います。機材の配置については後ほどのスライドでご説明させていただきます。あと収録する場所をですね、共同で使用している場合は、まあ、その共同で使用している人に対してですね、収録の予定の方を事前に伝えておくということも忘れないようにしていただければと思います。あとテスト収録を行うというところですね。音声と映像が適切に録画されるのかっていうのを短時間のテスト収録を行って確認していただいた方が良いかと思います。まあ、これも手間ではあるんですけれども、ただ本気で収録を行ってみてそれがダメだったというふうになりますとかなり先生も疲れてしまいますので、そういったやり直しを回避する上ではぜひこのテスト収録っていうのをお勧めさせていただいています。続いて、機材の配置を工夫するという点もちょっと細かく見ていきたいと思うんですけれども、まあ、通常は机の上にこのようにノートパソコンを置いて、収録されるかと思うんですけども、この場合は目線というのはどうしても下がってしまいます。目線が下がるとですね、学生側からすると目線が合わないので結構これ気になります。ですのでこのようにですね、先生とこのカメラの、レベルの高さを揃えてカメラ目線になるように配置していただければと思います。ノートパソコンであれば、例えばですね、まあ、よくあるお菓子の缶ですとか、海苔の缶とかですね、まあ、スチールの缶とかあると思うんですけども、まあ、そういったもので、机の上にその缶を置いて、その上にノートパソコンを置くとかっていう形で、カメラの高さの調整をしていただくといいんではないかというところですね。あとはですね、カメラの箇所をシールなどで目立たせていただくのもいい工夫になるかと思います。まあ、そうしておけば自然に外の方に、そちらをですね、見るようになりますので、まあ、そういった工夫をしていただくといいかなという点ですね。まあ、細かい話ではあるんですけども、意外と視聴している側が気になったりしますので、まあ、スライドばかり見ないようにちょっと工夫していただければというところです。はい、で続いて時間配分に気をつけるという点です。まあ、先ほどからも話がありました通り、まあ、1つのユニット、1チャプターあたり10から15分というのをお勧めさせていただいてます。で初めて収録する場合というのは時間配分にですね、苦労される方がかなり多いです。で、まあ、長すぎたり短すぎたり両方ありうるんですけども、多くの場合は予想より短く終わるという方が、まあ、多いかと思います。それはやはり雑談がなくなるというところで、まあ、要点を絞って説明が行われるので多くの学生にとっては喜ばしい、一方、まあ、ただですね、まあ、授業内容に関係する計画的な雑談というのは学生も喜びますので、まあ、そういったものも盛り込んでいただければと思います。あとはまとめですね、まとめというのは学生の復習の機会としても重要ですし、あとは意外とこの時間調整でも使うことができます。
まとめを入れておくことで、まあ、そこまでの長さがちょっと思ったより短く終わってしまったなっていう場合は、まとめを丁寧に、丁寧めにしていただければいいですし、思ったより長すぎてしまった場合は、まとめははしょってしまえばいいということで、まあ、時間調整にも活用していただくことが可能です。またスライド1枚に時間をかけすぎないというところですね。1枚あたりに1分程度かそれ以下、まあ、1枚にやはり時間をかけすぎると視聴する側の集中力というのは切れてしまうので、まあ、あまり長時間かけないようにしていただければというところです。でこれも重要な点なんですけれども、完璧を求めないというところです。多少言いよどんでしまっても気にしない。まあ、聞いてる側はですね、多少言いよどんだりとか言い間違いが多少あってもそこまで気にならないです。なのでなんかちょっと言い間違った、言いよどんでしまったから編集しなきゃっていうよりかは、まあ、多少であれば、まあ、むしろ自然だったりしますので、そういったことはあまり気にしすぎない方が良いかと思います。で、まあ、うまくいかなければ、まあ、取り直せばいいよねぐらいの姿勢で取り組んでいただけるといいんではないかなというところです。で、上級者向けというところで、まあ、V プラス S の収録を慣れてこられた方ですとか、まあ、たくさんちょっと収録しないといけなくなってしまわれた場合は、ぜひですね、基本形を用意していただければと思います。まあ、先ほどのセクションでは一つの回ですね、チャプターのひとまとまりの部分の基本形のお話をさせていただきましたけれども、一つのチャプター、一つのユニットの中でも基本形があると良いかと思います。例えばこのスライドのフォーマットの統一とかですね、あとはその構成自体も基本形を作るというところ、一つのユニット、一つのチャプターの中のまずは概要、目標説明があって、本文があって、最後にまとめ、これを基本形としていただければ先生も作りやすくなりますし、あと学生もそれを前提で聞くことができるので、まあ、分かりやすくなるという形にもなります。あとこれは余裕があればというところなんですけれども、まあ、小ネタを入れていただいたりですとか、まあ、演出を工夫していただいたり、まあ、そういったものも遊び心もあると、まあ、学生も楽しく受講ができるかと思います。ただ、まあ、学生の、練習の機会ですね、まあ、小テストの例題的なものをビデオスライド型のコンテンツの中に入れていただくことも可能です。まあ、機能としてはないんですけれども、小テストの例題となるような設問を出しておいて、これについては皆さん答えはどれだと思いますかというふうにビデオスライド型のコンテンツの中でも問いかけてみるとかですね、まあ、そういった形で学生の練習の機会も入れていただくといいんではないかと思います。はい、というところで、まとめとしましては、まあ、学生がいるつもりで話す原稿の使用、事前準備を入念に行っていただく、機材の配置を工夫する、時間配分に気をつける、スライド1枚に時間をかけすぎない、完璧を求めない、以上になります。ありがとうございます。はい、ここからはサイバー大学で演習の科目を担当しております田中がお伝えします。ただいま米山よりご説明しましたのは、ビデオスライド形式という遠隔での e ラーニングで非常によく使われる形式で、これが本学でも大多数を占めているわけなんですが、大学での科目の中にはこのビデオとスライドという組み合わせの枠には収まりきれない伝え方もあり得ると思います。特に、演習実習と呼ばれる科目では講師が実際に何かを操作してみせる、例えば、何かのシミュレーターを動かす、統計処理パッケージを動かす、またオーサリングツールでコンテンツを作ってみる、またプログラムを書いてソフトウェアを作るなどが考えられます。実際の授業ではこれらが動く様子を見せながら学習者に説明をしていくことになります。それを実際に行っている本学の科目の例を今からお見せします。なったのでその値を使って出力しましょう。こんな時に便利なのがテキストを作成しますというブロックです。繰り返し回数という変数の中身と何とか回目という文字列をつなげます。そしてつなげた結果を出力、すなわち画面に表示します。実行結果は1回目。と、今見ておりますのが、これは本学のプログラミング入門という科目で、大学の初年時に履修する人が多い科目です。だいたい1クラスに350人ぐらいいます。今ご覧になった通り、ビジュアルなソフトウェアの開発環境を使ってプログラムを作る、演習の入門コースの科目になります。となったので、このような科目になりますと、受講者はまずクラウドキャンパスの中で講師による説明の動画を見て、
その後にクラウドキャンパスの外にある演習用のオンラインツールに飛んでいきます。先ほどの授業の例では、演習の画面に対し講師が動画のキャプチャを取得して編集できるソフトウェアを使って制作を行いましたが、それ以外にも手持ちの家庭用のビデオカメラで撮影する、また Zoom のようなビデオ会議ツールの録画機能を使う、あるいは動画制作用のソフトウェアで一から作り上げていくといった手段も考えられます。動画が MP4 の形式で出力できるものであれば、方法は何でも構いません。出力ができましたら、クラウドキャンパスにビデオの形式でアップロードし、それを一つのチャプターとして設定をすれば完成です。では次に、本学学部長の安間より、双方向性を取り入れた科目の構成についてお願いします。学生プレゼンテーションを含む演習授業実践のヒントということで発表させていただきます。私はサイバー大学 IT 総合学部の専門科目や卒業研究科目など6科目を担当しておりまして、卒業研究科目での実践も踏まえまして、学生プレゼンテーションやディスカッションを含む演習授業ですね、クラウドキャンパスでどのように実践したら効果的なのかというところのヒントになればと思いまして、事例をご紹介させていただきたいと思います。まず、本学のですね、卒業研究科目の実践例を簡単に紹介させていただいて、その後に授業実践の例、ヒントとなるような、事例をご紹介したいと思います。はい、サイバー大学ではですね、卒業研究など一部の演習科目では、学生によるプレゼンテーション課題と学生同士によるディスカッション課題を必須としております。ただ、通常のですね、対面授業を含むような大学と異なる点としましては、本学の場合は全ての授業をオンデマンドで実施しているということもありまして、学生によるプレゼンテーションも、そしてその後の学生同士のディスカッションもですね、学生がオンデマンドでアクセスできる非同期型で実施するというところが特徴として挙げられます。はい、具体的に本学での卒業研究科目簡単にご紹介させていただきますが、本学ではいわゆるゼミナールと卒業論文を制作する特別研究という卒業研究が用意されております。でゼミナールの方はですね、教員がそれぞれさまざまなテーマを設定して、テーマごとにさまざまな授業分類形式が取られています。で、多くの場合ですね、学生の複数人が論文や書籍の内容をですね、互いに発表し合うリンクをの形式が一般的な運営形式となっております。当然輪行ですので、学生は最低一度は授業期間中にプレゼンテーションを行います。で、このプレゼンテーションも非同期型のコンテンツ、オンデマンドのコンテンツとして配信されます。そして学生のプレゼンテーションに対しての、ディスカッションですねについては、本学ではですね、このクラウドキャンパスのディベートの機能と呼ばれている機能ですね、掲示板になるわけです。掲示板の機能を用いて、非同期で議論ができる方式で運営しております。もう一つの特別研究なんですけども、こちらは1年間かけて研究を行って、卒業論文や新規ビジネスの事業計画書などの成果物を作成する内容になります。で、研究の場合はですね、教員との個別指導がありますので、そのような個別指導においては、日程、教員と日程調整した上で、学生と、Zoom などの対面ツールを使った指導や、議論を行ったりしています。あと、こちらでもやはりですね、プレゼンテーションがありまして、中間発表や卒研の成果発表といったプレゼンテーションを学生が行っています。このようにですね、学生によるプレゼンテーションの提出、それからシステム上での配信というのが効率よく行われる必要があるわけですけども、本学ではこの授業形式を実現させているのが、クラウドキャンパスのマテリアル管理ツールとなります。学生、こちらのツールを使って、学生も教員と同様に手軽にプレゼンテーション、コンテンツを収録することができますし、収録した動画を、コンテンツとしてこのシステム、クラウドキャンパス LMS 上にアップすることが可能になっています。ここまでが、サイバー大学におけるですね、学生プレゼンテーションを含む、演習授業の、事例の話でしたけども、ここからはですね、本学以外で、こういった学生プレゼンを含むような授業実践のヒントということで、ご紹介していきたいと思います。はい。こちらはですね、これまでの発表の中でも出てきましたスライドの再形になりますけども、クラウドキャンパスの授業構成とコンテンツタイプの紹介になります。
クラウドキャンパスにはですね、これまでも説明がありましたように、いわゆる大学の講義の1授業会、まあ、90分1コマがですね、1つのレッスンに相当するというふうに考えていただきます。で、この1つのレッスンの中で行う学習のアクティビティを、まあ、チャプターとして設置することができます。まあ、章とも呼んでますけども、章として設置することができます。例えばチャプター、章としては、ビデオプラススライドの動画講義コンテンツですね、それからテストやディベート、レポートといった課題のアクティビティがあります。で、こうしたアクティビティをいろんな組み合わせ、シーケンスをうまくデザインすることで、一つの授業内でさまざまなタイプの授業が実践できるということになります。というわけで、今回は一つの例としまして、学生プレゼンテーションを含む演習授業を、まあ、Zoom などの同期型の外部ツールを用いて、そして反転授業形式で実施するような例を考えてみたいと思います。そうした場合にですね、一つの授業会レッスンに、このスライドに出ているようなチャプターを設置することで実現が可能となります。例えば、最初に教員からのガイダンス、そしてこの授業では2人の学生がプレゼンテーションを行うようにしています。そして、その後に学生と教員が同時にアクセスして、するような、そういう、同時にアクセスできる、Zoom へのリンクを設置します。この Zoom へのアクセス日時を、まあ、授業の時間帯に設置することで、全員が集合して、まあ、同時、双方向型で議論ができるということになります。で、これで終わってしまっては、十分ではなくて、その後にですね、やはりこの授業会のまとめとしまして、課題レポートなどを、まあ、小テストとかディスカッションでも、まあ、あれですね、ディスカッションを行っているので、まあ、課題レポートとか小テストとかを置くことで、この授業会での成果を、まあ、理解度とか学習成果の確認だとか、教員側での評価ができるということになります。ちょっとこの流れをもう少し具体的に見ていきますと、まず発表の担当になっている分担のとなっている学生が事前にプレゼンテーションを収録して、クラウドキャンパスに、アップロードします。で、実際に学生のプレゼンテーションがどのように配信されるかというのを、本学のゼミナールで実際に行われた例をご紹介したいと思います。あれ、出ました。はい、今ご覧いただくのは、私が担当しているゼミナールにおいてですね、学生のプレゼンテーションをコンテンツとして配信している場面になります。はい、学籍番号1701015。では、ここからが、本題になりますけれども、先ほど、宣言した通り、このような非常に単純な2つのニューロンについて考えてみたいと思い出していただきたいと思いますが、フォワードプロパゲーションにおいては、出力層のニューロンにおいて、受け取った、入力 YJ をもとに、上に示した2つの、計算式、計算を行っています。このスライドでは、まとめとして今まで説明したことになります。はい、まあ、この学生はですね、輪行で自分の担当するパート、ここでは AI のですね、ニューラルネットワークの内容を、解説しているコンテンツを収録して配信しているという例でした。まあ、このようにですね、学生からもですね、教員が配信する講義と同じようなですね、ビデオプラススライドのコンテンツとして配信することができます。で、先ほどの流れの図に戻りまして、そうすると他の学生は今度クラウドキャンパスにアクセスして、学生の発表、配信されたコンテンツを視聴します。オンデマンドコンテンツですので、学生は好きな時間帯に事前に視聴することができます。当然、学習履歴も残りますので、教員側でも各学生の学習状況というのを確認することができます。まあ、このあたり、いろいろやり方があるとは思いますけども、この例ではですね、ここまでを授業時間の前に予習として視聴させておくことにします。で、そして実際の授業においては、指定された時間帯に Zoom にアクセスするようにすると、全員で双方向同期型でディスカッションが行えるという具合です。このような形態を取ることで、いわゆる反転授業のような実践も可能になるという事例です。まあ、その後、学習成果を図るために必ずクラウドキャンパスに戻ってきて、そこで課題を提出させるっていうところまで行うことで、一つの授業が成り立つということが言えるかと思います。はい、これが最全体の図まとめです。はい、
はい、最後まとめますけども、このようにですね、クラウドキャンパスを活用することで、学生プレゼンテーションの収録、それから LMS 上での配信、そして学習の各種アクティビティの工夫、組み合わせの工夫によって、多様な形態の授業デザインが可能となっています。ぜひですね、クラウドキャンパスを活用して、多様なオンライン授業を実践いただく上での一つのヒントとなれば、幸いであります。はい、以上になります。この回の前半はサイバー大学からの講演が続きましたが、後半はクラウドキャンパスをすでにお使いいただいている先生方、成蹊大学理工学部の小川先生、そして城西大学経済学部の宮下先生よりお話をいただきます。よろしくお願いいたします。はい、では始めさせていただきます。私、成蹊大学理工学部の小川と申します。よろしくお願いします。今日はこういった機会を与えてくださってどうもありがとうございます。今回は成蹊大学理工学部におけるオンライン授業の活用事例ということでお話しさせていただきます。でまず成蹊大学の紹介ですが、東京吉祥寺にあります、在学生8000人規模で、5学部ですね、理工学部がそのうち1つあるということです。で理工学部は現在、1年生400名ほどで教員が50人ほどいるということです。でクラウドキャンパスにつきましては2017年度から理工学部で先行利用しているということです。で昨年度サイバー大学さんと包括連携協定締結して、より深く連携させていただくというようなことになっているわけですね。で私ちょっとだけ自己紹介させていただきます と、理工学部で流体力学を専門にしております。で研究メインは流体のシミュレーションなんですけれども、まあ、よくいろんなところから流れの問題が来るんですけども、現象を明らかにした上で問題解決するというスタンスでやっています。で、その時に大事なのが、このシミュレーションに加えて、ちょっとまあ専門的な話になりますけど、シミュレーションに加えて、実験とか理論などをいろいろ手法を組み合わせて、ベストミックスでやっているということになります。で、実はこの後で出てくる説明にもちょっと絡む話になります。でちなみに教育学専門会ですから、いわゆる教育上の何とか手法とか業界用語は不安定です。でオンライン授業につきましては数年前から始めたということと、理工学部内でオンライン授業の展開に、活用、展開に従事しているということになります。で今日のお話なんですけれども、先ほど来話しているように我々オンライン授業を数年前から導入して展開してきているんで、何もこの急場しのぎで使ってるんじゃないですよということをあらかじめ申し上げておきます。で、そうしますと、本日はコロナの前後を切り分けて、そのお話をさせていただきたいということなんですね。で、2017年から始めて、オンライン授業を先行導入して、で、もう昨年度あたりから、当初から戦略的にこれをどう展開していこうかっていうのを、もう3、4年後を見据えて、いろいろ議論してきました。でそこで、今回そのコロナ対応というのが起こって、想定外のオンライン対応が出てきているということになってきているわけですね。で今度コロナ後を考える必要があるんですが、このコロナ対応のうち有効だった施策は やっぱり積極的に導入していきたいというふうに考えています。で、話のレイアウトとしてはこういったことになります。でこれ今日一番お話したかったことね、先ほど来もバランスとかミックスという話が出てきましたが、そもそも授業のオンライン化っていうのはベースであるべきだろうと。で授業のオンライン化、その昨今もなんかズーム利用っていう単純な話になってますが、そうじゃないんですかという話なんですね。で授業のオンライン化ですから、これある種、そのエンジニアリング的な観点で考えるべきで、まず授業を要素に解体すると。でその上でいろいろそれに適した通信形態があるでしょう。でさらに利用できる資源がありますね。でこれらを組み合わせて最小費用で最大の効果を得るというのはベストミックスだというお話です。で今日本当は3つほど紹介したいけど、多分時間がないんで2つだけに絞りますが、従来行ってきたオンライン授業の反転授業ですね、そのコロナ対応と、学部として今いろいろ展開してきてるんで、それについてご紹介したいと思います。まず今までやってきたクラウドキャンパスによる反転授業なんですが、導入したのはまだ私専門してます流体力学っていう、力学系の学問になります。で1クラス6、7、10人で2クラス同時開講してるんですね。で、そもそもの経緯としましては、
そもそも同じ教科書に書いてあることを、わざわざその、ま、もう何回も同じようなのが非効率でしょうということと、複数クラス開講してますから内容均一化と同期測る必要があります。で、それ以上に私危機感を持ってましたのは、予備校に加えて民間企業、それとか YouTuber、オンライン教材でその高等教育分野まで侵食してるんですね。でその時に大学はいつまでも旧態依然として授業してていいのかっていうのは前々から非常に強い危機感を持ってました。でそれで先行導入したわけですね。でただそれ以上に卒業生の学び直しとか、あるいは入学前の校内連携にも使えるということで今いろいろ準備をしています。で授業の反転化、これ従来のものですね。まあ、前回の復習やって新しい内容やって、まあ、これは大体板書と教科書ですね。で演習やっていたと。でこの板書プラス解説をクラウドキャンパスで事前に視聴することによって、これを大幅に圧縮して演習の時間を倍増させたと。でちなみに私作ってるオンライン教材はこういった形で、先ほど台本用意した方がいいって話なんですけど、もう私喋る内容全部スライドに書いちゃってます。その方が学生たちも聞き取れなかったと見られますから。であとその教科書、ここに書いてあるように質問がその場でできないんで、その代わり教科書の式展開なんかもう一段ブレイクダウンして事細かに説明するようなことをしています。であとはこれまた学生たちがテレビ見るかのようにオンライン授業を見るんで、こういった虫食いのプリントも用意して、これを合わせて必ず見るようにやるようにというような指導をしているということです。ですから演習の時間が倍増できたということと、あと繰り返し視聴ですね。であともう一ついいのは、大学でよくあるのは何とか学2を取ってたら何とか学1も受講できますので、でそう同じことをですね、大学院生に学部の授業を受けさせたり、そういったことをやっています。ですからもう授業内容を録画してありますから、もう使い回してるわけですね。であとは学生たちも当然もう倍速再生で見ろって言ってますから、授業自身も先ほどその何分の動画ってありました、もう実際半分ぐらいで学生たち見ています。であとこれアンケート取ると、いややれ入院してたけれども受講できてよかったっていうのは、結構学生たちなんかうまいこと利用してみたいです。でここに来て、そのコロナ対応ですね。でもう一度ここの演習でやってることをブレイクダウンする必要がまたベストミックスを考えるわけですね。で双方向性は必須だろうと。でだけども我々演習その式展開やって問題解かしているときに学生の顔を見るのもいいんだけれども、その式の導出の過程を見るともうどこまで理解できているのと、あと学生はどこまで勉強しているかもう一目瞭然なんですね。でもう一つは理論をもとに思考するので、まあ、即時性もまあそこまでは必要じゃないと。でそうすると、まあ、Zoom じゃなくてもうこれチャットで十分対応です できますねということです。でそこで至ったのがベストミックスはクラウドキャンパスもともとやってて、マイクロソフトの Teams も導入してますから。であと LMS は、答案の提出、これ出席確認を兼ねてやってるということです。でチャットによる授業なんですね、これ思いのほかよくてですね、マイクロソフト Teams 使ってますが、本学は契約してますから、もうこれアカウント消費して導入コストゼロです。で Teams のチャットよくできていて、図の貼り付け、文字装飾、投稿の引用、ファイル添付、これ全部可能ですから。ですから教室で喋るよりもはるかに多彩なやり取りができるということと、喋った内容を有機的に連携できるということです。で、Zoom のチャットいいんですけど、テキストのみになりますから、リアルタイム映像とテキストの組み合わせになるんで、もう私はそれ中途半端だから嫌だったんですね。で、これ実際のチャットの内容ですね、こう説明しているときに図貼り込んで、もうなんか続くわけですね。で、もうタイピング慣れていれば、対話と同等のスピードでチャット可能ですし、学生たちチャット慣れてますから、ほとんど会話と同じようなことができます。で、タイピング遅ければ、同僚の教員もこうしてるんですけど、しゃべるセリフを全部貯めておくんですね。でそれをコピーペーストしてチャットでやってるということです。でこれ実際学生たちもこんなグラフでいいのかって、まあ、グラフ張り込んできて回答するっていうようなことをやってます。でただ、まあ、チャット授業の課題なんですけど、これまで、演習やってる時に何やってるかというと、学生の答案を覗き込んでその学生理解してるかどうかとか式展開が十分か確認してたんですね。でこれをチャットでやろうとすると、学生たちに回答途中で写真撮って送れって言ってるんですけども、チャットの投稿で、これがごく一部でとどまってます。
ですからこれ2年前のサイバー大さんのシンポジウムの日に行ったんですけど、授業をオンライン化すると学生の自発的に学ぶ姿勢というのはやっぱり結局一段問われてしまうということなんですね。そこはもう相変わらずの課題です。でただ先ほど申し上げました通り、チャット授業って過去にない利点はやっぱりいろいろあって、喋った内容をいつでも閲覧可能なんです。で学生たちも喋ったことをもう一回見られますし、質問も随時受け付けてます。もう24時間別に何でも投稿してくれということです。で事前学習も可能ですから、教室で喋っていることそのものが非同期型になっているということなんですね。でもう一つ大事なのが、過去に喋った内容を引用できるという、私申し上げましたけど、これで議論の内容を流れを可視化できるんですね。これは実際の学生とのやり取りなんですけど、文字が黒じゃないのは学生の発言内容なんですね。これを引用してきて、それをさらに深掘りしてもう一回質問するんですね。で最終的にこうして学生たちが自ら答えに到達するということです。こういったのは実際の対話でもなければ、オンデマンド型の今までの その授業配信でもなかった新しい形なので、これは今後なかなか使えるなと思って見ています。でもう一つ全学で、理工学部でやってるのは、文章の読解とか作文能力をぜひつけたいということで、これは400名規模で必修科目として、で座学で学ぶうちスキル的なものを徹底的に洗い出して、でこれをオンデマンド型のオンライン授業クラウドキャンパス使ってやってると。でとにかくもうスキル的なものをとにかくもう絞り、抽出してオンライン化しているのは、やっぱりグループワークで実習に人手を割きたいので、人的資源捻出っていう意味合いもあります。でこれを加えてブレンデッドラーニングをしているということです。でこれが実際のそのアカデミックスキルズでこうゆくゆく読んでいるものなんですが、作文とか文章の推敲、文章読解、図解、データ可視化、パラグラフライティングなんですけれども、まあ細かいことはいいんですが、グレーで示しているのがクラウドキャンパスのオンライン授業です。で白抜きになっているのが実際のグループワークなんですね。この辺を組み合わせて、先ほど米山さんから授業の系列化って話があり、こういった形で体系化してやっているということです。で実際の作文の基礎のオンライン授業、これクラウドキャンパスで上げているものなんですが、もう作文なんかをもう徹底的にスキル化して教え込んでいると。で実際これ提出させてルブリックに基づいて評価して、で一部は次の授業文章の推敲というグループワークに学生の書いてきたあまりよろしくない文を題材で回しているということです。でこのグループワークなんですけど、これさすがに新入生向けの授業なんで、もう一つ意味合いで、これ実は学生同士が知り合う機会でもあるんですね。これさすがにチャットでできないだろうということで、これのコロナ対応はZoom やっぱり利用してます。でブレイクアウト機能を使っていて、まあちょっと最初ぎこちなかったところもあるんですが、学生たちは割にブレイクアウトをうまいこと使って議論してくれてるみたいです。ということで、ちょっと駆け足になりまとめになりました。導入事例紹介したということです。で、反転授業を徐々に導入して、で、今、大規模利用とか、ブレンデッドラーニングとか、あと一部科目は、フルオンライン、サイバーダーさんでやってる、まあ、期末試験は別なんですけど、14回、14回の授業、全部クラウドキャンパスに上げてる授業も2つ、3つ出てきてます。あと、コンテンツが蓄積してきたんで、学部内でチャプター切り分けて流用するっていうようなことも先ほども話ありましたけどやっているということですね。でコロナ対応は一過性のものとやっぱり継続利用価値のあるものに二分されて、先ほど見たようにチームの多機能なチャットですね、のチャットじゃなくて、これは対話と文章の非常に中間的なコミュニケーションプラス、非同期化とか議論の流れの可視化っていう意味で、これ非常に有効だなって改めて思った次第だと。以上、ちょっと長くなりましたけれども、成蹊大学理工学部の事例として紹介させていただきました。どうもありがとうございます。城西大学経済学部の宮下と申します。本日は報告の担当させていただきまして、誠にありがとうございます。私は今回コロナウイルスの対応ということで、さまざまなその ツールがある中で、そのクラウドキャンパスではどういったことが可能かということを試していった結果、オンライン講義におけるその課題作成にこれは非常に有益だということで、本当に正直申しますと、そこまでそのクラウドキャンパスさんのその何て言いますか、その深くしているわけではないのですが、その講義課題に関して毎回毎回の出席にもなるし、それからその
学生さんたち の, その理解度なんかを確かめることにも利用できるということの、その事例として報告をさせていただきたいと思います。で、本学のこの経済学学部ですけれども、300人でございまして、そして私が今回報告します統計学は、これ理工学部の学生さんと経済学の学生さんが約40名ずつ受講されている科目となります。それで今回の報告のモチベーションでございますけれども、全国的コロナウイルスの感染拡大を伴いまして、全国の大学においてそのオンライン講義に移行するという動きが始まっており、おそらく今学期は多くの大学さんでしばらく通学型の講義ができなくなるというふうに私は見ております。それで、まあ、我々その通学型 の, その大学で講義になっているものとして、まずこういった状況で問題になってくることが、出席の取り方と評価方法をさてどうしたものかというところに なってきます。また平常ですと、その期末レポートを、期末試験を行うところなんですけれども、これも実施しにくいということで、とにかくどうやってじゃあ学生さんたちをオンラインの場で評価していくかという問題に直面したときに、まず一番出てくる答えとして、やはり課題提出を持ってその対応するというのが現実的な方法かと思います。それでは、課題をどういうふうに提出すれば作成すればいいだろうかということを今検討しておりまして、私の講義の方法は、まずパワーポイントの音声付きにのパワーポイントを作成するか、あるいはそのマイクロソフトの Teams でビデオを作成して、そちらを学生さんに視聴していただいてから、そのマイクロソフトのフォームスか、あるいはそのクラウドキャンパスやさんなどを利用していただいて、それでその課題を提出するという方法をとっております。で、この中で特にそのクラウドキャンパスの方を利用してすごい良かったと思う点について以下述べていきます。まず、その今回その新入生が統計学を多く履修しておりますけれども、学生さんは果たしてこのクラウドキャンパスにうまく入って、こう何もトラブルなく接続して答えを、回答まで行き着くかというところなんですけれども、実際のところ、まあ、今40名弱の学生さんが現在履修されていますけれども、難しいやトラブルがあったという声は特に聞かないところです。で、すでに先生方から報告がございました通り、課題を受講するためには、そのコースの中にある受講開始というボタンをクリックしていただいて、そうすると問題が出てきます。で、私がここで用意したのは複数選択の問題です。ベーズ確率という、その人間のその主観的な確率を計算する問題を学生さんに提出させたのでございますが、2つほどその正しい答えがこの10個の中から選ぶことができます。ちょっと先ほど伺った情報で私も初めて知ったのでございますが、ちょうど10個までだったら、この複数選択の選択肢として提示できるということなんです。先ほど非常に有益な情報として勉強させていただきました。まあ、この中でその2つ正しい回答を学生さんがチェックを入れて、提出というボタンを押せば、それによって提出されることになります。で、多くの学生さんは正答されていましたが、時間は約5分。この問題、マイクロソフトの Teams の方にもその動画として配信した際に、その全く同一の問題を問いとして置いておきましたので、まあ、それも合わせると約5分くらいが順当かと思いまして、5分のという時間設定をして、学生さんに聞くようにしました。まあ、その素人ながらすごくこれは便利だということで、一方教員が確認する際にも非常に役に立つと思います。今度はちょっと先ほどと同じようにですね、統計学を選んだ後に、今度はコースユーザーの受講履歴というところですね、ちょっとここをご指摘で申し訳ございませんが、こちらをクリックしていただくと、その各学生さんたちがどういったその成績を収めているかというのを一覧で表示できます。
で、例えば先ほどの今回のように複数選択の問題でしたら 50% 以上ではあの1問はかあの少なくとも できているということを前提にしてあの出席とみなすというふうにしておきましたので 100% に満たないときは、まあ、もう一度というような話にあのなります。で、あのこれらの学生さんたちのデータもあの先ほども説明がございました通りデータダウンロードというところをクリックするとこの Excel シートで一覧がこれ表示されることになります。ということで、その学生さんたち その各回での理解度を分析するためにも非常に役立ちますし、それからそのこの 100%、50% の正解の機能を使えば、学生さんたちの出席管理という点でもあの大いに活用できるところだと思っております。で、この便利な課題、オンライン講義の課題を作成するという機能を、もうちょっとその、いろいろ応用することができまして、例えば今回は私は複数選択の問題にを用意したのでございますが、実際はその例えば記述式にするだとか単一選択式にすることも可能ということで、それから回答時間の時間設定もあの無制限にすることもできます。さらその合格基準点はこれ特にあの重宝している機能となります。そしてあの通学型 その講義を今までずっと担ってきたこの我々のような教員からしますと、どうしてもあのここであのこんな欲が走ってしまうんです。それがあの何かというと、やはりなんとかその期末試験に代替するものができないかという ことです。その確かに文科省のであのその、まあ、期末レポートにで評価するようにという話になってはおりますけれども、やっぱり最終的にはそのテストにあの代替するようなものをなんとか実施できないかということでいろいろ考えてはおりますけれども、問題は学生さんたちが情報共有をしてしまうということがちょっと問題になってきまして、例えばその場合我々が考えられる措置としては、もう学生さんに初めからもう相談させてもいいような問題をあのこう選んできて提出、お互いに勉強してあの提出するようにという、あの協力したグループのメンバーの名前も学籍番号も紹介するようにというような方法を取るというのが一つ考えられます。で、まあ、もう一つはこれは非常に難しい問題になってきますけれども、同じくらいこの同等に難しいくらいの問題をいくつかこちらの教員の方で設定しておいて、それをあの学籍番号 あの下1桁、下2桁あたりからその学生さんたちにあのランダムに振り分ける、こういったような対応策もあるかと思っております。いずれにしましてもクラウドキャンパスの課題提出機能をあまりその深く分かっていない素人の私でも利用することができたということで非常に重宝しております。私からの報告は以上となります。これで本日ご用意しましたプログラムの最後になります。サイバー大学学長の川原より今後の計画をお話しいただきます。よろしくお願いいたします。はい、皆さん本当に長時間お疲れ様でした。まあ、今回、この特別支援プログラム並びに、まあ、既にクラウドキャンパスをお使いになっていらっしゃるあの大学の教職員の皆様におかれましては、まあ、初めてこういった、まあ、実はあの2年前に1回あのシンポジウムを開催させていただくことあるんですけども、あのその時はまだ規模も小さくてですね、今あの大学さんですでにクラウドキャンパスご導入いただいて3月までにもう10校いらっしゃるし、それからこの年度明けてですね、新たにご利用を始めていただいている大学がもう3校いらっしゃいます。ということで、あの規模として、あのまあ、特別支援プログラムの場合はあのもうすでに20校近いんですけども、あのということで言いますと、規模からするともう30校ぐらいのですね、あの一つのクラウドキャンパスコミュニティというのができつつありまして、まあ、定期的にこういったユーザー会を開催したいな。で、本日のような、あの、確かにオンライン授業の戦略的なお話もありますし、それから個別のですね、技術論もありますし、それから、あの、ここは重要なんですけども、将来、クラウドキャンパスをどう使っていきたい、したがってどういう機能が必要とかですね、あの、あるいは、あの、新たな、あの、システム、テクノロジーにのっとった、また新しい教育形態、
学習形態が出てくるんじゃないかということで、長期的にわたってもぜひこういったですね、情報交流会を行っていきたいというふうに考えております。まあ、たまたまですけども、こういった機会が降って湧いたように起きまして、ここでクラウドキャンパスを使っていただく大学の関係者の方が増えてきたということは、不謹慎でありますけども、やっぱりオンライン教育の関係者が増えてくるということにおきましては、大変前向きに考えています。ですから、これをぜひですね、将来的にも発展させていきたいというふうに思っておりますので、まあ、名前ちょっと別途考えるとして、まあ、いわゆるクラウドキャンパスのユーザーグループといいましょうか、これを、まあ、今後、まあ、今緊急時ですので月に1回程度のですね、頻度を持って開催していきたいというふうに考えております。まあ、今回初回で5月 のちょうど20日になりますけど、次回まあ6月のどこかのタイミングでまた開催したいと思いますし、その頃にはまたこの支援プログラムにご参加いただく大学関係者の方より多くなっているんじゃないかというふうにも思います。ますます中身の濃いですね、情報交流会を行っていきたいと思っています。それからもう一つ時間を合わせてお互いに会うということもあるんですけども、やはり、うまく IT 使って、先ほどチャットとか SNS とかっていう話もありましたけど、キーワード CCFC と我々呼んでます。いわゆるクラウドキャンパスとファイトコロナというそういった略称なんですけども、このスラックのチャンネルを作りましたので、今後はですね、課題なりあるいはその解決なりを書き込んでいただきたいというふうに思います。ぜひ皆さんと力を合わせてこの難関を乗り越えていきたいというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。以上をもちまして本日のプログラムはすべて終了となります。皆様、本日はお忙しい中、オンライン授業活用のためのワークショップにご参加いただきまして心より感謝を申し上げます。ではこれにてオンライン授業活用のためのワークショップを終了いたします。皆様お気をつけてご退出ください。